こんにちは、池田もこです。今日のもこチャンネルはメイクです。はい、今回は浴衣メイクをしてみました。夏なのでちょっと崩れにくさも重視してナチュラルでちょっとカラーも入れつつやってみたので、ぜひ皆さんも試してみてください。それではそのメイク法をご覧ください。もこチャンネルスタート。それではメイクを始めていきます。まずはロレアルパリのファンデーションを使います。ファンデーションが塗れたら次はこちらのキャンメイクのパウダーをブラシで軽くのせます。でちょっとここで軽く手で押さえてしっかりお肌になじませてあげます。次はセザンヌのアイブロウパウダーを使います。でこんな感じでちょっとこの下の部分を足しながら描いていきます。そしたらこちらの色でノーズシャドウも入れていきます。あんまりはっきりと描かずにちょっとこの眉毛のところと鼻先だけ入れておきます。そしたらポニーヘアカットの眉マスカラをします。では反対側も同じように描いていきます。眉毛が描けたら次はこちらの16ブランドのアイシャドウを使います。まずはこちらのカラーをアイホールにのせます。次にその隣のカラーを二重幅にのせていきます。ではこちらのピンクを下まぶたの目尻3分の1に入れていきます。次はロレアルパリのライナーを使います。こちらブラウンなんですけど、これを目の際に描いていきます。で描いたらすぐにちょっと指でこうなじませるようにぼかしていきます。そしたらフロー縁のモデライナーを使って目尻をちょっとさらっと描いていきます。目の形に合わせてそのまま降りてくる感じで引きます。次はキャンメイクのアイシャドウを使います。こちらの大きい方のラメを黒目の上にポンポンとのせます。そしたらこの細かい方のラメを涙袋に入れていきます。マスカラはモテマスカラのブラウンブラックを使います。では反対の目も描いていきます。アイメイクはこれで完成です。次はキャンメイクのクリームチークを使います。こちらはティントタイプなので落ちにくいと思います。ではパフを使って頬の高い位置にのせていきます。これ目の下ら辺からのせていきます。次はキャンメイクのグローツインカラーを使ってハイライトを入れていきます。こちらのベージュの方のカラーを T ゾーンに入れていきます。でこの白い方のカラーを C ゾーンに入れていきます。最後にキャンメイクのリップをします。こちらもティントタイプなので落ちにくいです。はい、これでメイクの完成です。いかがだったでしょうか。今回は浴衣メイクをしてみました。今回はちょっと崩れにくさを重視していろいろ考えてコスメを選んだりとかフレースしたりとかしたんですけど、ぜひ皆さんも簡単なので試してみてください。普通のナチュラルメイクなんですけど、ちょっとポイントでピンクも入れたりとかしてちょっと夏っぽくしているので、ぜひ試してみてください。他にも池田もこのもこチャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。池田セカンドもご覧ください。ということで今回は池田もこの浴衣メイクでした。バイバーイ。